ありがとう。なんとかなりそうだ。おう。これが大海の渦でも突破できる船。すっげえ、もう完成してたのか。今まで乗ったのとはまるで違うね。より洗練されているというか、絵も言われぬ力強さを感じるな。何適当なこと言ってるも、それ側だけも。側だけ？肝心のエンジンがまだできてないもん。エンジンのない船なんて、あまあまウインナーの入ってないバスティールみたいなものも。それはいけませんもん。バスティールにあまあまウインナーは不可欠ですもん。サモンさん、エンジンがまだって。正確にはエンジンのコアパーツも。材料にこいつがあと6個必要なんだけども、残念ながらここにはこれしかないもん。あの金属ってノアの剣と同じやつだよね。ああ、間違いない。こいつはロストナンバーズの眼帯に入っている金属と同じものも。眼帯がメビウスの索敵を阻害するのは知ってるも。ああ、モニカから聞いている。眼帯からは特殊な電波が生じているも、その発生源を示したのがこれも。地図上の交点の場所にこの金属があるんだけども、サモンにはとてもいけっこない恐ろしい場所ばかりも。眼帯の金属は使えないんですか？あれはロストナンバーズの重要装備だからダメも。そもそも薄い白杖に伸ばして使ってるから、全部集めたとしても足りないもん。そうなんだ。ミオ、この場所。うん、天空の砦、女王様の持ってたあれだね。サモンさん、そいつがあと6個あったら船は完成するんだよな。もちろんも。渦だろうがなんだろうが、ものともしないパワーと防御力の船が完成するも。完成までどのくらいかかる？3日もあれば余裕も。ずいぶんと早いな。まあ早いに越したことはない。よし、じゃあ行くか。ああ、サモンさん、そいつの確保俺たちに任せてくれ。も？もう。
こんなに早く女王様に会いに行くことになるなんてね。也不知道女王在干什么，这么快就来了。え、なんでまたここに？你们这儿没有个坐的地方吗？オリジンの歯車、よもやあなたたちのシルベになるなんて。ウロボロスや追の剣だって俺たちを導いてくれたんだ。驚きはしないよ。わかりました。そういうことでしたら喜んで託しましょう。私たちがまたここに来るって。未来は私たちの手で紡がないといけない。そうなんでしょ？もちろんです。未来は誰かに与えられるものではない。あなたたち自身の手で紡ぐものなのですから。まずは一つ目、残り5つか。幸先はいいな。ああ悪かね。この調子で次急ごうぜ。ありがとう女王様。この歯車、什么动力电池吗？要六个。お待ちなさい。船が完成したとしてどうやってオリジンへ？それは大海の渦を突破して。突破した後はオリジンは全体が強固な外郭で守られています。船着き場でもあると。あるわけはないか。そもそもオリジンがどのような構造になっているのか僕らは知らない。これをこれは、これがオリジン。アグヌス側でのオリジンの建造にはあるノポンの技師が関わっていました。そのものが残した最初期の設計図です。大海の渦はおそらくこの中央部分から発生する力場と周囲を取り囲む構造体の相乗効果によって生み出されているものと思われます。この構造体の本来の目的はパンスタシス空間の発生時に本体を保護するフィールドを展開させる装置。故にこの中央部分は強固な外郭を持たずオリジン唯一の弱点とも言えます。つまりここからなら内部へと入れる。渦へと突入しその流れを利用して一気にその内側へ。内側へと入ったら中心にある力場の発生器を破壊する。そうすれば。なるほど。ですがオリジン内部の構造は Z によってかなり改変されているはず。無事入れたからといって油断は禁物です。分かってる。それは覚悟の上さ。しかしさすがは女王様だな。そんなことまで知ってたなんて。びっくりだよ。まったくだ。僕は感動を禁じ得ない。君たちこの前と態度変わりすぎ。ワンズ。そういえば M と出会った後ずっとここで眠られていたんですよね。ええ、どうして私たちがウロボロスになったことを。キャッスルでの出来事もご存知みたいだったし。眠っていてもここには世界で起こる全ての情報が集まってきますから。本当にありがとう女王様。
俺たちの手で必ずやり遂げてみせるよ。林老板活不了那么久吧，但是时间停止了不好说。哇，一千年前，好家伙！おめでとう。君は無事、成人の日を迎えることができた。だが、このままではいかん。君たちの命は戦場に散ってこそ輝くのだから。何の真似だ、クリス軍務長。ブレイドをお納めください、執政官殿。貴様、この者の輝きを奪うつもりか。命を奪う必要はないと申しているのです。極限まであと少し。彼の輝きは彼自身が誰よりも知っている。あなたの行為では輝かない、決して。貴様、良いではありませんか、V。 M、 なぜここに。その時が訪れた者には相応の姿を与えてはいかがですか。何よバカな。それでは命の輪に帰らぬではないか。お、ゼットも望んでいることです。ゼットが、そんなはずは。承知した、貴殿の好きにするがいい。私に送らせてください。
这点意思应该是他就这样进行了多少个日日夜夜吧。いい調べだね。クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれは。刚才不是还一千年前吗？とても素敵だ。本当に。前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない。調べに乗せる思いさ。思い？乗せれば届くんだ。他这段的意思应该是说，就是 Noah 他之所以能够摆脱之前的那个循环，是因为在这一次的他成为了送行人，而且是受这一个军务长的影响，应该是想做这个铺垫阐述。因为受到了旁人思想的影响，所以他就会和之前的自己有所不同。姿なき者たち、女王の目覚めに呼応するか。次の剣。あの日世界に散ったオリジンの残滓まだ残っていたとはな。あれはもはや流れの外のもの、我々に御す術はありません。赴くか。いえ、その必要はないでしょう。彼の方から来る。必ず私に思いを届けに。好，男主要解锁新技能了，看来是。ここはキャッスルの中じゃないね。この位置ってガーディン防衛基地。防衛基地って？後方のキャッスルを守る要衝、新兵の訓練なんかもここで行われるんだ。よかった。またあそこに戻るのかって少し不安だったんだ。とはいえ場所が場所だ。正面から乗り込めば戦闘は避けられない。まずは近くまで行って様子を見よう。この橋の先だね。ああ、やっぱり正面からは無理そうだな。左手の浮島を渡っていこう。そうすれば基地の裏手へと入れるはずだ。入ったら目的の場所へ最短ルートで。で、かけらを手に入れたら一目散に脱出する。ああ、それしかなさそうね。了解したわ。いや、何でもないよ。ん？なぜ、あの時のことか。いいぞ。一気に進もう。
気味が悪いな。人っ子一人いやしね。どういうこと？こないだアナイアレイターをぶっ壊したから？いや、それは考えられない。キャッスルそのものにダメージはなかったはずだ。女王様が機械だったから？だとしても僕らは兵士たちを解放していない。なのに誰もいない。かけらの場所が移動している。おい、ノア、こいつはどうした？調べだ。調べ？本当だ。この調べはケベスの。ああ、それもただの調べじゃない。この奏で方。クリス。クリスってノアの送り人の教官だったあの？ああ。え、だってクリスは。ああ、4年前に戦死した。エセルのように再生されたということか？いや、多分違うと思う。まさかメイビウスか？メビウスには二通りあるわ。 Z や X のように原初からメビウスだったものと、 M や N、ヨランたちのように人からなったものと。じゃあもしかして罠？かもしれない。だけどオリジンの金属の反応はここで間違いない。行くんだな。ああ、行くしかない。正面から？向こうは俺たちに気づいている。なのに誰もいない。待ってるんだ俺を。不知道接下来他能不能要怎么应对之前的表现。男主表现都还不错。あの日か。そのしばらく後、俺は送り人に志願した。そして再会した。君がノアだね。今回君の教官を務めることになったクリスだ。よろしくね。ねえクリス、教えてほしいんだ。なんでクリスはあの日悲しそうな顔をしていたの？あの日？成人の儀の日、コロニー14で会った。ああ、ノアにはそんな風に見えていたのかい？みんな嬉しそうだった。あの兵士も晴れ晴れとした顔をしてた。だけどクリスは。彼は満足していたんだと思う。満足？ここまで生きられた、戦えた、命を全うできた、みんなのために。
それはとても悲しいことだ。どうして？だって成人の儀を迎えられたんでしょ。成人するとは何だい？命の刻限を迎えること、戦いをくぐり抜け生き残ること。それはそれで消えていくことが本当に彼にとっての満足だったのだろうか。あの笑顔は本物だったのだろうか。僕には泣いているように見えた。終わりの姿を選ぶことができなかったんじゃないかってね。クリス、偽りの死は悲しいよ、ノア。偽りの死か。今ならそれわかるな。なんとなくだけど。あの時クリスは俺に問うてたんだ。俺が選んだ道、その選択で満足なのかって、うん、そしてクリスは選んだ。あの日自分の終わりの姿を。俺は聞きたい、あの時のクリスの思いを。そして今俺の前に現れた意味を。あとは待つだけだ。不用什么都要靠一个主题。ウロボロス、再び私の前に現れるとは。命の尊さを知らぬ愚か者たち、あのまま逃げ隠れておればよかったものを。致し方ありません。女王の座に土足で立つ無礼、その身をもって教えてあげましょう。上次这招没放完，这次让你放完。耳障りな音だな。又完了，又被轰了。哎呀，为什么又这样？我大招还没放出来呢。所詮は作り物。調べのない言葉は届きはしない。聞かせてくれ、ノア。君の本当の調べを。君たちの調べ。クレッシェンドエッジ、グラビティブローレイジングオーレイジング、ここで終わりじゃないぞ。これで決着をつける。覚悟しろ。教えてくれ、なぜベビウスになった？なぜ君はその選択をしたんだ？君に会うためだよ、ノア。俺に？君はこの世界を変えたいと願っている。ああ、今が不満足だから変えたいのかい？今が間違っているから変えたい、それだけだ。なるほど、飽くなき欲求というわけか。欲求？君たちはよりよく、より高くと願っている。願ってはダメなのか？
ダメではない。それは人の本質だからね。だけど君たちは知らない。知らなくてはならない。何を？樽を知るということ。樽を知る。君たちは力ある者だけが到達できる地平へと行こうとしている。君たちの言葉は強い者だけが持つ言葉、勝者の論理だ。鳥にはミミズの気持ちなんて分かりっこないんだよ。では力なき者はどうすればいい？置き去りにするのかい？その人の全てを断じ終わらせてしまうのかい？それをしてきたのがメビウスだ。ノア、君たちがしようとしていることも同じなんだよ。オリジンを解放することで本当に世界が再生されると信じているのかい？君たちはアグヌスの女王から聞いたはずだ、世界の顛末を。女王様が嘘を言ってるっていうの？嘘は言っていないだ。だったら。だが確証もまたない。もし世界が女王の言葉通り再生せず消滅してしまったら。え？無双であったならどうする？還元に乗せられてかけるのかい、命を？その責任は誰が取る？それは俺はそれでもいいと思ってる。ほう、君の笑顔だよ、クリス。今わかったんだ、あの時の君がなんで笑ったのか。ここでいい、あの言葉の意味が。まだ行くのかと君は俺に聞いた。今答えるよ。聞かせてくれ。行くさ、どこまでも。最後の瞬間を大切にするために。最後？最後を迎えたその時、一生を振り返って笑えれば。それでいい。最後に笑いたいから、みんなそれぞれの一生の中で選ぶんだ、未来の自分を。だけど選べないがゆえに人は壊れていく。もがいて苦しんで答えの出ない霧の中であがくんだ。答えの出せない世界なんて間違ってるよ。偽りの死しかない世界ならない方がマシだ。世界と心中するというんだね。俺はメビウスが作ったこの世界を切りたい。結果がどうなろうとも。まあ出なければ女王はあんな話を俺たちにしやしないさ。全てはあるがままなんだろう。できることは限られている。だけどわずかな可能性を信じる思いは確かにある。そのあるがままの思いを俺は信じる。ノア、君の調べ確かに受け取ったよ。では見せてくれ、君の覚悟、君の笑顔。
調べだったよ、ノア。ノア、僕をメビウスにしたのはZだ。僕だけじゃない。Jも N も M も元人間だった者たちを Z はメビウスに変えた。なぜ Z は君たちを？答えは Z に直接聞くのがいいだろう。だけどね、ノア、僕はメビウスになれてよかったと思っている。だってこうして君の調べが聞けたのだから。クリス、メビウスはこの世界でしか生きられない存在だ。強く、そして弱い。弱いがゆえに今を求める。未来への一歩を踏み出すことを恐れて。僕は一つの疑問から送り人になった。送るものと送られるもの、双方の間にある思いを知りたかった。記憶はついえても思いは残る。思いを旋律に乗せれば届く。以前君にも話したことがあったよね。ああ、それを表しているのがシティなんだ。シティが？シティに生まれた人々の命は本来オリジンには存在しなかった命。彼らの存在がいずれ生まれ来る未来を示しているんだ。彼らが未来を？彼らは希望だ。かつての君たち、ウロボロスたちの思いの結晶なんだ。それは決してついえはしない。クリス、君は全て知っていて。ノア、最後に。给你送行。やはり君の調べは素敵だな。行け、ノア。その調べに思いを乗せて。
ノア、クリスの言葉の意味って結局何だったんだ。ここにあるものさ。ここに？クリスは送り人の旋律を通して俺に届けてくれたんだ。俺がここにあるものを望むようになることを。全てはノアに託した。だからみたいなものか。ああ、だけどそれは悲しいよね。行くよ。俺はクリスから届けられた思いを胸にオリジンへ。強く求めるか、声たちよ。ならばより強く我は語ろう。この世界の断りを我らのために。ま、こんなもんだろう。少々雑な印象はあるが。とりあえずここの安全は確保されたかな。ノア、シティに連絡を。わかった。順位は？え、順位？序列だよ。知らされただろ。は、8位だけど。予備兵かい。でも三次試験100人もいたんだよ。ウロボロスになれるのは6人。そこに入れなけりゃ8位も100位も同じ。長老六家の一つ、リードの本家なんだよ、うちは。你自己都不行、还指望你家孩子行。バンダムんとこのゴンドだよ。ゴンドは1位。はあ、新参の家のくせに。なんだってあんなとこにうちが。亡くなったお父さんの代までは代々戦騎兵だったのに。ペイタニアが生きてりゃあね。なんだってこんな。
おめでとう。あんたもこれで念願のメビウスの仲間入りだよ。私がメビウス。思うさまに振る舞える。これからはね、やり直せるんだ、これまでのあんたを。思うさまにやり直せる。本物になりたいんだろ。まがいものじゃない、本物に。てめえはてめえがないのかよ。なれるよ、偽物をぶっ壊せばさ。偽物なりなよ、本物のあんたに。こいつは偽物。迎えに行こうぜ。なんで真似をする。てめえの得意は違うだろうが。姉貴のブレイド重たいのか。捨てちまえよそんなもん。持つもんがちげえよ。こいつは本当か。ゴンド、メビウス、なんでシティの場所が。な、何があった。ゴンド、シティがメビウスに襲われた。メビウスが。マジかよ。襲ったのはシャナイアだ。シャナイアが。だってあの時確かに。いや、ヨランのことだってある。そうか、あいつもメビウスに。シャナイア、セナ、やっぱりこうなるんだ。私セナ、届けようって決めたよね。ミオちゃん、私たちも手伝うから。だから
行こう。うん、決めたもんね。私届けなくちゃ、必ず届けなくちゃ。搬入は後だ、シティへ戻るぞ。はい、今度私たちも。セナ、お前メビウスなんでしょ。なら私たちも行かなくちゃ。シャナイアだぞ、やれんのか。私らの友達もメビウスだった。そんでも乗り越えてきたからな。そうか、やっぱすげえなお前ら。変わんねえよお前さんたちと。もう一度聞く、やれんのか。うん、大丈夫、決めたから。ならいい、急ぐぞ。一刻だってちんたらしちゃいらんねえ。シャナイアか。シャナイア、そんなことがあったんだ。あいつは、あいつの母親の期待に、いや、願望に必死で応えようとしてた。けどな、現実はそうはうまくいかねえ。他の連中だって、私だって必死だったからな。同情なんてすんじゃねえぞ。強いよね、今度は。強さは関係ねえ、てめえがどう振る舞うかだ。それができることがもう強さだよ。恵まれてるってのは自覚してら。もし恵まれてなかったら。だから悔しいんだよ。なのか。だとすりゃ妙ですね。こんだけ接近してるってのに何の反応もねえ。確かにシティを制圧しているのならば迎撃されていてもおかしくはない。いや、これでいいんだ。待ってるんだよ、私らを直接その手でぶっ壊すために。